個性心理学認定講師柴田健二です。今これを撮影しているのはあっくん、今日何日だっけ？ 6 月何日？ 20？ 21か20、21、21、21だね。21、21、6月21の1日の19時を回った頃ですね。そのビジョントレーニングからの帰りに今動画撮影しています。はい、うちのね息子ペガサスあっくん、ものすごくなんだろうね、あっくんね、気分いい時と気分悪い時とどう？いろいろある？ムラが猫あるね。今日ご機嫌どうでしたか？よかった。よかった。ビジョントレーニングの時はちょっと暑くて疲れた？でも疲れたってあんまり暑く言わないようにした方がいいね。はい。でもね、なんかこうやっぱり人と人のこう距離感の詰め方というか、すごくね、1回とか、ちょっとね1回2回で慣れてる場所とか でそこにいる方とかに関してはね、もうイエーイみたいな感じでもう常にこうハイタッチみたいなね、いう感じになってるというかね、もちろんあちらの方々がもうウェルカムですよっていうようなスタンスであればスッとそこに入って、でそこでわーっと見切り打ち解けてね、いうような感じでもうマイペースで、ね、いきなりいろんなお話をしたりとかね。この辺りの距離の詰め方っていうのは本当に独特なんだろうなっていう感じがしますけどね。やっぱりこの少しでもですね、毎回お話しする通り、うちの息子とかね、とかもちろん娘も今小学校6年生の娘と小学校3年生の今後ろね座ってる息子がいますけど、こういう風な感じなんだろうなという風な傾向をつかみながら本当にね子育てをできるというか、多分こうすると嬉しいよねとか、こういうふうにしてあげると楽しいよねとか面白いよねという、そのポイントをねよりこうなんだろう、大きすぎると見つけにくいというか、見つけられない、なかなか見つけられないので、でもね、ペンが刺すというキャラクターがあるならば、でもね褒めておだててね、さすがだね、すごいねみたいな、ね、感じをお話ししていくと、どんどんやる気で、おおみたいなね、何かうまくできるハイタッチみたいな、ね、ようなことをしながら、そうするとね嬉しく楽しく物事ねやっていけたり、でもちょっと何かあるとね、ってこう永久にこうスイッチがオフになって、もうやんない、やる気しないみたいな、これ無理みたいなことにもなるんでね、それをこうまたただね親目線でこう上からバーンって叱るような感じとかしてしまうと、もっともっとねスイッチがどんどん入らなくなっていく、そんなことがあるのでね、そこは非常にこちら側が気をつけながら、でもね、またそういったところを見ながらも、抑えるところは抑えるし、ちゃんとしっかりするところはしっかりするし、でもねうちの息子もなんだろうな、ある部分では一つね宝石というふうにね要素をこう持っているだろうなっていうのはあくまで推測のもとですけど、ほぼほぼねこれやってもいい、あれやってもいいってこう聞いてくる、なくね、これやってもいい、あれやってもいいってあくは聞きたいし聞くよね。いつも聞く？聞くな。でもそれっていいよとか OK って言ってほしくてあくん聞いてるよね。そうですか。じゃあダメですよって言われたらどう思う？あくん嫌だよね。これやってもいいって聞いてるんだけどダメって言ったらって思う。聞くって時は、あくま聞く時は、じゃあこれやってみやれって見てパパに聞くけど、あくの心の中ではもうこれやるよみたいな感じだよね。もうやるよって思ってんだよね。後ろでね、100均で買ったもうスライムにはまってるんでね、もうスライムもいけばいけももう今日もね3つ4つスライム買ってね、もうもうそれも買ってもいい買ってもいいみたいなね。もう基本うちのね息子は本当にねこれしてもいいあれしてもいいって聞くけども、欲しい答えは OK いいよというね答えしか待っていない。こういうようなことを個性心理学から見て紐解いて可能性として知ってるので、まあうちの息子の欲しい答えは OK だないいって言ってほしいんだなと分かってるので、絶対ダメというもの以外は、まあ、ほぼほぼ OK というね私は言うようにしてますしね。まあ、そうやって向き合っていくと、まあ、すごくね子供の中でも、まあ、多分自己肯定感というか認められてる認めてくれてるというところ多分強く感じるんじゃないかなと思うんですね。まあいつも私もね講座でお話をしますが、ママっ子だった息子が、まあ、パパっ子みたいなね、うん、に変わってくる。それは私がパパっ子ママっ子って分かるわけ？分からないか、うん、ママママっていうような感じだったかもしれない。まあ、小さい頃のね息子はママママみたいな感じだったでしょうけども、やっぱりねいいよ大丈夫だよみたいなね OK っていうふうに私がね数多く言うようになって、そういうような言葉でね接するようになってから、まあ、息子はパパパパ、ね、パパっていつも聞いてくるもんね。パパご飯食べてもいいとか、パパゲームやってもいいとかで、あっくん聞いてくるし聞きたくなるの、あっくんはうん聞いてくるけども、あっくんの中でもやるよと思ってるのだよね。ゲームやってもいいって聞いてくるけどもうゲームやるよと思ってるよね。だよね。そうなんでそれはねどういうふうな心理心境にあるだろうかっていうことを推測しながらね子供とまた付き合ってるので、まあほぼほぼね多分こうなんだろうなって推測、まあ何回も繰り返し言ってますが推測しながらね息子とやり取りをしている。こうしたら喜ぶんだろうなとかね、こういうような形でスイッチ入れていけばいいのかなとかね、まあ、日々試行錯誤しながら息子と相対している。娘の方はね今度寅さんっていうねすごく精神年齢が高いイメージのキャラクターなので、まあ なるべくね命令しない、ね、親だからといって命令してはいいとかね命令するものだというものではないんですよね。ねえあくねそうだから一人の人格ね一人の人間というふうなことでね認めるならば、子供だろうが 親だろうが、ね、命令していいという誰が決めたんだって話なので、でも今までの教育がねとか親からされた教育をそのまま子供にやってしまいがちなので、どうしてもそのなっていくと、ね、怒りやすいずっと神々に怒ってきた親のもとで育った私たちはやっぱり普通に叱るしとかね。今度叱らない両親になっていけばずっと叱らない両親であればその子供たちもまた叱らないだろうし、うん、まあそういうのね分かりながら推測しながら、ね、毎回繰り返しの話になりますが子育てをしていますよと。なのでね、まあ、やっぱり相手を知る、相手を知れば相手が何で喜ぶだろうなということも推測ができるようになってくる。でどんどん喜ばせてでも締めるところ抑えるところをちゃんとしっかりねやって、メリハリというのをつけながらやっぱりねまあ、講座でも、うん、講座ではあんまりこの話しないから、でもやっぱり人間って認められたいから認められたいという願望ねはすごく強くある。でも自分のこともわからないし自分のことなかなかね認めきれてないので、相手のことはもっともっと認めがたいというようなねまあ現状にある方が、まあ、ほぼほぼ、まあ、私もそうですけどね、はい、思う中で、でもねどんどん自分のことを許せてどんどん自分のことを分かってきて、だからこそ自分も愛をどうぞっていうね、まあ私が持ってるキャラクターがね小さいことは気にしない、あまりねがんじがらみにしないし相手にもしない。まあこれは自分で言うのもあれですけどね、もう柴犬先生とね先生つけなくても別におー柴犬みたいなおーみたいな、まあ人によってですけどね、人によってあってこと思うことがあるんでしょうけども、で何なのっていうところのその先の問題にはしないんでね、おおなんか逆に言うとね近い感じでね言ってくれてることがまた嬉しい場合もありますしね、先生でつけてもつけなくてもとかね、どこかのセミナーとか講座やっても会場の設営だとか何が足りないこれが足りない、いやいや別に足りなければ足りないんでね、その状況状態で、ね、いかに臨機応変にやれるかっていうのを私は、ねまあ、そういう個性だしで臨機応変にやるかというのがこちらのね力の見せ所ということなので、どうしたくん？全く面白くないですね。ね、うちの娘はまた寅さんで、ね、息子に100円なら100円、500円なら500円の何かね、物を買ったりすると、寅さんのキャラクターはバランスを整える、バランスを見る。なので、あ、またうちの、ね、息子、あつきっていうね、あんくんにこれぐらい買ってる、これだけ買ってるっていうと、うちの娘はそれと同じ分のお小遣いちょうだいねっていう、そのお金でバランスを取ってくる。もう最初にね、ここに気づいた時、もうすげえなと、さすがだなみたいなね。これは400点でいいですか？400点、はい、これが400円じゃあね、お姉ちゃんには400円、あつきが買うとパパはその倍のお金が皆さんに行くことになるんですね。やば、どんなりますか？お金減るね、だから大切に使ってね、うん、いいですか？うん、も、うん、それは気持ちが入ってるのか、あつきさん。入ってるのか、俺。気持ちは入ってるんですか？入ってないんですか？入ってるよ。気持ちを求めるのがムーンなんですね。はい。ちなみに今、前に止まってる車のナンバーが888。いいですね。はい。エンジェルナンバーとでも言いましょうか。はい。トイレは一トイレ。なんで急にギャングを。何ギャングですか？ギャングはギャング。ギャング？ゴガングはガング。うん。ね。まあ、そんな感じで。少しでもですね、分かりながら、ね、推測しながら、ね、子供たちと向き合っている。なので、なんだろうな、子供のことでね、すごく困っている、迷っているとかね、でも困るってなんで困るんだろうと思うんですよね。はい。ね。はい。はいでね、今息子からはいで。困るって自分の思い通りにならないから困るんですよね。自分の思い通りにならないってイコールコントロールしたい、支配したいっていう風な、思い通りに動けよコピーロボットかっていう話なんでね。一人一人のね、人格が違うなら思い通りになるはずもないし、思い通りに動くはずもない。動くはも分かる。逆に置き換えれば、同じように動けるはずがないわけですよね、期待の通り。なんで私たちはそれを期待するんでしょうね。なんでずっと期待しちゃうんでしょう。まあそれは個性のこと知らないからですよね。個性がどう違うかって知らないので、個性ってみんな違うって、その違うっていう事実は知っていても、どう違うかは知らないので、まあ結果的に自分でね、自分と同じことできるよね、自分と同じようにやれるよねって思っちゃうね。それが期待という名の束縛。期待という名のコントロール支配、ね、だったりするのね。期待をしないっていうのもまたその人にとって失礼ですが、期待をしすぎるのでおかしくなっちゃうね。だから同じようにできた、もし同じようにできたならばそれこそすごいことで、同じようにやれたことがすごいことで、ね、違うようなやり方になって、ある意味当然であり、ある意味当たり前でありという前提に立って、子供と付き合い、子供と見ていけば何ら問題はそこにはない。なのでね、勉強するタイプ、勉強が面白いタイプ、何が勉強なのか、何が勉強になるのかっていうのも個性が全然違うので、そうすると勉強という概念が違うね。やっぱり今日ね、ちょっと全く話変わりますが、やっぱりなんだろうな、私たちのように見えている。でも私が見えている、私の目には映っていない、私の脳ではそれを捉えきれていないけども、個性が違えばこれってこれに見えるよねとかね。だから雲を見てこれに見える、あれに見えるとかさ、いうのもみんなに見えてるようで見えないんですよね。だからあなたにしかない感覚だということもちゃんとね、ちゃんとって言葉はおかしいんですけど、そこに気づいてないと、あなたの常識は常識ではない、あなたの普通は普通ではない、私の普通は普通でもないし、私の普通に思っていることは皆さんにとって普通だとは、ほぼそうではないですよね。そこにいかに気づけるか、気づいて明らかに認めて受け入れることができるのか、ここがね、本当のなんだろう、スタートだってね。で、じゃあ自分はどうやってコントロールしていくのか、自分の感情に、ね、いかに気づいて、あ、それこれ足しすぎたらやばいな、これ足しすぎたらまだぶつかるな、まだ問題になるな、トラブルになるな、自分はそのつもりはないけども周りがどう捉えるんだろう、周りがどう思うんだろうということにね、私たちは常にフォーカスをして生きていかないと、ね、誰もね問題、トラブル、ストレスなんて抱えたくないし起こしたくないのにもかかわらず、結果自分の当たり前を最終的に押し付けてしまうんでね、負けてはいけないよね。あね、尊重されたければ、自分のことを認めてもらいたければ、まずは相手を認めることが先。自分のことを嫌いでいる限りは他人のことを本当に心から好きになることはおそらくできないだろうし、受け入れることもできないだろうしね、なのでね、私はまあ個性心理学を通じてそういう考え方を、個性心理学はあくまでも一つのツール、個性心理学道具、物事、見方、捉え方を切り替えるための道具にしか過ぎない。これが全てだとは思わないし、私が伝えたいのはこの考え方、捉え方の変え方によって生き方を変えていくということをね、お伝えしたいというふうにね、思って日々ね、まあ、活動していますということで、おっと、はい、うちのあくん、お、ということで、はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。